立ち姿美人図安旅筆。開月堂安旅は、江戸時代の浮世絵師。安度の本来の読み方は不明で、安則とも読める。菱川諸信をはじめとする菱川派が推微した後、法永から、聖徳の頃にかけて活躍した浮世絵師であり、徴用道安地をはじめとして、土守、土手、旅立つ、土重といった弟子たちを従えて、工房を営み、 吉原の幽女などを題材にした、肉筆美人画を多く残し一世を風靡した。これら英氏の一派は、開月道派と呼ばれており、安堵は、この開月道派の当領とみなされる人物である。ただし上に挙げた、アンチ、ド土ドシュ旅立つ、ドシゲはいずれも楽観に、開月罰用とあるだけで、自ら、開月道を称したかどうかは確認されていない。 直径の弟子以外にも、同時期に開月堂派の画風で、肉筆美人画を描いたものは多く現れている。浮世絵類項が伝えるところによれば、安土は、聖は岡沢、通称は、出羽や源の七、浅草諏訪町に住んでいた。死刑は不明だが、その画風は、実際には菱川派の影響を強く受けていたと言われる。また、浅草寺や駒形堂に近い浅草諏訪町に、 住んでいたことと開月堂派の絵の様式から、元は寺社に奉納する絵馬の絵を描く絵師だったのではないかとも言われている。作は、開月堂、観雲氏と合して、肉筆画のみを手掛け、木版画は残していない。作には、美人画ばかりではなく、川中島合戦図や、武田信玄像といった武者を描いたものもある。聖徳四年に起こった、 江島ま島事件に安土は巻き込まれ、伊豆国大島にいる罪に処された。安土と同じ町内に住んでいた商人の津賀谷全禄が、江島を芝居見物に案内したおり、そこで、賀谷と共に同席したことが処罰の理由になったという。その後、教法7年5月、御社によって安土は許され、江戸に帰ることができた。安土期間後の解月同派の活動は、教法19年観光の、 本朝世事団記によれば、この時期にも、江戸で勢力のあったことが伺える。なお、教皇15年刊行の都市露月船、双子山、原文3年刊行の同じく、露月船の、うず定金などの廃所には、それぞれ、海月堂常船、または、上船と署名した挿絵がある。また、同時期の廃人に、志村常船という人物がおり、 これも二里島に流罪になったと伝えられることなどから、これらは、安土と同一人物であるとする説がある。この志村常船については、徘徊人物便乱に、法歴2年8月23日卒76とあり、これらに従えば安土は、伊豆大島からの帰還後は、志村常船と少子廃人として活動しており、その生没年は、 遠方5年の生まれで、法歴2年に76歳で没したことになる。AB、肉筆浮世絵大化に出光美術館202から204ページ。AB 門脇むつみ、怪月動派と徘徊に関する一支論、江戸の彩り、主玉の浮世絵コレクション、151ページ。渋谷区立小島美術館編集、発行、女、女、女から。 浮世絵に見る、女の暮らし2019年、第22図。伏せの主文院について、肉筆浮世絵、第二巻もロノブは、伏せ以下を、判読不明としているが、これを、画料待つ、または、画料をど々と読むとする見方がある。肉筆浮世絵体感万能美術館、肉筆浮世絵体感千葉市美術館、アートプラザ、千葉市修造作品立美人図、怪月堂作。 気想の激しい病千葉日報、P 長官12、肉質器与へ。第2巻諸信83ページ。ありがとうございます。